小林館高等学校は、広島県福山市港、南町一丁目に本校を置く、私立通信制高等学校。不登校を経験してきた生徒、様々や理由で学校に行きにくくなった生徒の支援を行っている私立の通信制普通科の高等学校。通信制高校では、全国でも唯一の学年制と単位制の両方を持っている。創立者。 北三雄が教師として数多くの生徒と関わる中で特に問題のある生徒こそまっすぐに向き合わなければならないとの願いから福山教育相談所を平成2年に設立その後平成12年に学校法人として認可を取得また不登校傾向を持つ中学生も中学校に在籍したまま通学可能なシステムを提供しているまた 社会人に対するサポートのプログラムも提供、通信性家庭、普通科入学は随時受け付けている。当林館は、東から昇る朝日を浴びて、太陽に向かって、共に伸びていく木々の姿を象徴としていて、しっかりと大地に根を張る樹木のように、生徒、保護者、先生が共に成長し続けるそんな学校でありたいという願いを込めて見学された。以下の三つを、 教育理念としてて掲げている学校教育の中で傷ついたり苦しんできた子供たちは学校教育の中で癒されてこそ学校教育の中で社会へ出るための自己肯定感や自尊感情が育まれてこそ次のステージへと本当の意味で羽ばたいていけるということをスローガンに1学年約100名の生徒が在籍し安心安全の教育環境の中で医療機関、心理機関と 県内外14校のサポート校と連携、協力体制を取りながら、教育活動を行っている。特徴の一つは、認定サポート校への同時入学主な生徒層は、不登校及び不登校傾向を持つ生徒である。安心安全の教育環境の中で、自己肯定感や自尊感情を育み体制と、自分のペースで登校したり、学習したりすることを好む。 生徒、自己表現が苦手で、自分をうまく表現しにくいが、コミュニケーション能力などの社会性を身につけ社会に羽ばたいていきたい生徒が、主に在籍している。高等学校と認定サポート校に、同時入学するシステムとなっており、2016年1月、現在の認定サポート校は、広島市、秋郡海田町、呉市、東広島市、三原市、三原市大和町、 福山市、岡山県倉敷市、愛媛県松山市、京都封治市、徳島県徳島市、和歌山県和歌山市にある。サポート校の選択は原則自由だが、多くはそれぞれの自宅から最も通いやすいサポート校に入学している。高等学校で高校の卒業資格を獲得。サポート校で心理ケア、コミュニケーション能力の学習、社会性のスキル獲得。 基礎学力補充などを行っている。ありがとうございます。